フィギュアスケートのアイスショー、ドリーム、オンアイスが9日。厚生新横浜スケートセンターで幕を開けた。男子で、そっち。ピョンチャン五輪2連覇の羽生譲る、26、イコール ANA イコールは、マスカレードを、披露。22年北京五輪シーズンが幕を開ける中。クワッドアクセル。 4回転半ジャンプの成功を今季最大の目標と定め挑戦を続ける決意を示したまもなく迎える東京五輪についても言及したひんやりと冷たい空気を羽生ゆずるが熱気の渦へと変えたトシュルのマスカレードを熱演演技直前のアナウンスでは録音の肉声で 今シーズンは自分の最大の夢に向かって全力で努力していきますと決意の言葉が響いた。北京五輪シーズンの幕開け、多くの選手が五輪にかける思いを強くする中、羽生譲るはきっぱり平昌シーズン見たく、絶対に金メダルを取りたい気持ちは特にありませんと断言した。 続けて、ただ、必ずこのシーズンで四回転半を決めるんだという強い意志はありますと、羽生譲る。しっかりとその意志、決意を持って、このシーズンに挑みたいなと思っていますと誓った。ピョンチャン五輪以前から掲げ続けてきた、クワッドアクセル、四回転半への挑戦こそ、最大の夢。 北京五輪はあくまで四回転半へと歩む道の中にあるのであれば、だ。昨期は新型コロナウイルスの感染拡大リスクなど、様々な状況を鑑みて GP シリーズを欠場したが、今期は NHK 杯とロシア杯にエントリー。試合の機会がないと、四回転半を決めても意味がない。 試合で決めたいなという気持ちが強くあって、その機会を少しでも持てたらいいなと思った。大会へ出場する理由にも、4回転半への思いが滲んだ。未確定な部分はあるが、カナダには戻らず、作機同様一人で調整を続ける見込み、現在はショーへ向けた練習が中心のため、 4回転半に特化した練習はできていないという、本格的なギアチェンジは、ショーの終了後。ただ、ここまで基礎を見直す練習を続けており、4回転半に向けて、一から作り直す作業がしっかりとできた。大技完成へ、着実に歩みを進めている。 北京五輪の金メダル以上に遠くきらめく、四回転半の夢。ただこれまでも、五輪王者への夢、そして連覇の夢を現実のものに変えてきた。諦めずに進み続け、必ず決めるの言葉を、最大の夢を実現する。羽生譲るが語った熱量と覚悟。 必ずこのシーズンで4回転半を決める、フィギュアスケートのアイスショー、ドリーム、オンアイスが9日。横浜市の厚生新横浜スケートセンターで行われた。男子で、五輪に連覇中の羽生譲る、26、イコール ANA イコールが、北京五輪シーズンとなる、今季の初演技を披露。1と3県に加え北海道。 札幌 D のサッカーも無観客となった東京五輪についての質問にこんな時だからこその感動みたいなものが生まれるのではとスポーツの力を信じた。北京五輪シーズン最初の演技を終えた羽生結弦から語られたのは4回転半ジャンプ、クワッドアクセルへの不動の強い思いだった。これまでのスタンスは変わらない。 王者を突き動かす最大のモチベーションは世界初の大技成功だ。3連覇がかかる五輪に向けては18年ピョンチャンシーズンや14年措置だったり、そういった時みたいな熱量はないピョンチャンシーズン未く絶対に金メダル取りたいという気持ちは特にないと明かし、続けた。ただ、 必ずこのシーズンで4回転半を決めるんだという強い意志はある。しっかりとその意志を決意を持って、今シーズン挑みたいなと思っている2期ぶりに GP シリーズ出場を決めた理由の一つも、4回転アクセルだった。試合の機会がないと4回転半を決めても意味がない。試合で決めたいという気持ちが強くあって、 その機会を少しでも持てたら、この日の大鳥で待ったマスカレードでは、三回転半ジャンプ、トリプルアクセルなどを組み込み厚く演じ上げた。リンクインの際には、肉声が流れた。今季は自分の最大の夢に向かって全力で努力していきますと、新シーズンへの誓いを立てた。 一と三県などの全会場が無観客となった東京五輪について質問が飛ぶと選手の立場から言わせていただけるのであれば五輪は選手にとっての夢の舞台その舞台で一生懸命やることには変わりないと言葉を選びながら返した緊急事態宣言下に行われるかつてない祭典となるが こんな時だからこそのレースだったり、こんな時だからこその感動みたいなものが生まれるのではないかなと思っている。冬の五輪王者からのアスリートたちへのメッセージのようにも聞こえた。次のオーディオビデオでお会いしましょう。